トマス・アース・キンメイ初代ファーンバラ男尺、トマス・アース・キンメイは、イギリスの庶民委員書記官などを歴任した、管理、著述家。議会の黄金時代と呼ばれる、イギリス19世紀において、実朝や議会での提言を通じて、議会運営改革の必要性を訴え続けた。特に議事規則本、議会の法、特権、手続きと慣習の著者として国内外に広く知られ、本書を指して、 アースキン名と呼ぶことも多い。本書は21世紀においても議会手続きを定めたバイブル議会運営準則の中で最も権威ある書などとイギリスで評され、名の没後もアースキン名英国議会法実務の書籍名で改定が重ねられ、2019年には第25版が出版されている。また、イギリス立憲政治の史家としても知られ、 ホイック士官的とされる。16歳で庶民員と書館勤務を始めた名は、長年の功績が認められて1871年に、会員事務アドバイザーのトップである庶民員書記官に任ぜられた。71歳での退任後には、ファンバラ男爵に除されたが、貴族院議員就任に間に合わず1週間後に死去し、爵位は廃絶した。名が、 議会運営改革を提唱した19世紀は、イギリス議会が近代化、民主化へと変容する重要な転換期にあたり、議会の黄金時代とも称される。18世紀後半から起こった産業革命により、富裕商工業者の社会、経済力が増していた。そして、明の生まれた1815年は、ナポレオン戦争を終結させた第二次パリ条約の締結年でもあり、 イギリス国内においても、戦国境に陥ったブルジョワジーの間で、独自の階級意識が崩壊し、次第に、貴族階級との間で、政治組織的に対立を激化させていった時期である。1834年当時のイギリス庶民員の、様子中等教育を終えた16歳の名は、1831年、庶民員図書館にて職を得て、キャリアをスタートさせているが、 その翌年1832年には長年の階級間対立が第一次選挙法改正の形で結実し、イギリスにとっては政治的に決定的な出来事であったとも評されている。党改革により、庶民委員の選挙権が都市部の小売り天使クラスにまで拡大された。その一方で、ブルジョア的な金権政治の弊害も招き、従前から行われていた選挙票の買収などの 腐敗行為はむしろ悪化した。このような正常にあって、明は30歳手前にして、通称、アースキン明を上司し、議会運営と意思決定の公平性を説いた。議会運営の準則を定めた教本は、他にも複数、あるものの、明の視点は、外部からの研究、評論ではなく、実務経験に根ざして、諸問題の事例を引用、解説したことが特徴として挙げられ、 本書は21世紀に入ってからもしばしば実質的なイギリス憲法の一部として位置、付けられている。その内容は不正選挙の後半、弾劾といった司法手続きに関するものや、私法律案の請願審理、手順、庶民員、貴族院国王間の意思疎通と権限分担など多岐にわたる。世界初の 旅客鉄道リバプールマンチェスター鉄道が1830年に開通。1840年代までの鉄道橋時代には議会に不設の請願が相次ぐ。また、名が著作を通じて説いたのはフェアプレーの精神だけではない。議会審議の脱線と時間不足が慢性的な課題となっており、小冊し、議会公務を促進するための所見と提言では、 選挙の集票目的で議会弁論が冗長化していると指摘した。これに関連指名は議会審議に無関係な発言や超演説の禁止といった議事規則の具体的な改革を提言した。当時の名は私法律案請願の審査員を務めており、1830年代から40年代のイギリスは鉄道教時代とも呼ばれ、 鉄道布設を求める司法律案の請願などが議会に殺到する状況を明は目の当たりにしていたのである。明の議会改革提言の一部は敬愛するチャールズ・ショール・フェーブル庶民院議長を通じて1853年に恩恵な形で実現している。明の隠し改革案は緻密徹底していたものの 同時に長年培った県政の先例、原理や伝統を重んじる姿勢を忘れることはなかった。その後、1855年12月に、庶民委員書機関、補佐、1871年2月には、庶民委員書機関に昇格任命されている。庶民委員書機関とは、議会運営、手続きに関わるアドバイザー職のトップである。 すでに名の初期間補佐時代には、アースキン名がイギリス国外でも評価を得て、第6版まで改定が進み、初期間に昇格後も、第9版まで改定に従事した。当時のイギリスは、対外的には、帝国主義に基づいて、派遣を拡大した時期であり、諸外国の議会関係者が名に接触した記録も残っている。しかしながら、 国内での実務上では、初期間補佐時代の名は、議会規則改革の所定源で議会の委員会から合意を得られず、初期間昇格後も改革の努力を続けた。さらに1860年代以降、職務の傍らで執筆活動の幅も広げ、直近100年間のイギリス県政史をまとめた、常時三世紀の多い継承以降のイギリス憲法史や古代欧州から、 当時のアジア諸国に至る民主主義を俯瞰したヨーロッパ民主史を記している。イギリス議会史に詳しい中村秀勝は立憲政治の母国たるイギリスにおいて19世紀以降は憲政史の研究が盛んであったと考察しており、その代表的な史家として名の名前を挙げている。ただし歴史学者ハーバート・バターフィールドからは名の保育士官が批判されている。イギリスは 政党政治の長い歴史を有するが、19世紀に入ってからは、通りーー党と保育党との二大政党による絶戦が繰り広げられ、政権交代を繰り返した時代であった。名が立場上保育党員であったかは不明だが、少なくとも議事規則をめぐっては強固な保育党指示だったと言われている。ベッドフォードグラマースクール創立寄付者で16世紀号称のウィリアム・ハーパー像。 名の学んだ旧社に残る。1815年2月8日、ロンドン北西部のカムデンク・ケンティッシュタウンに生まれる。同年9月21日にセント・マーティン・イン・ザ・フィールズで洗礼を受け、洗礼記録における両親の名前はトマス・メイとサラ・メイである。メイの父は弁護士業を営んでいた。ただし、アースキン・メイの日記を編纂したサー・ウィリアム・マッケイによると、アースキン・メイは、 初代アースキン男爵、トマス・アースキンの息子、または孫だった可能性があり、名自身もそれをほのめかしたという。1826年から1831年まで、ベッドフォード・グラマースクールで、校長、ジョン・ブリアートンの教え子として、中等教育を受けた。グラマースクールの多くは成功した商人の寄付によって、設立された私立校であり、 16世紀設立と古い歴史を持つベッドフォードグラマースクールも明の頃には親元を離れて学ぶ寄宿性を採用していた。なお当時のイギリスはヨーロッパ大陸と比較して一般大衆を対象とした教育制度が遅れており中東教育は愚か諸島教育も公立校が未創立の状況であり教育格差が存在した時代であった。その後は 高等教育に進学することなく、16歳で庶民院図書館の図書館員補佐になった。当職への着任は、庶民院議長チャールズ・マナーズ・サットンの推薦を受けてのことである。庶民院図書館は1818 18年に設立されたばかりであり、名が図書館員補佐に就任した時の司書はトマス・バードンだった。バードンが1835年に述べたように、 当時の庶民院図書館は主に議会の儀礼、財政、法案の審議段階、法令の内容などの情報を議員に速やかに提供することをミッションとしており、この一環で庶民院日誌に作品をつける業務も手がけていた。日誌とは法案の請願書や法案審議の経緯と採決結果、主要な出来事などを取りまとめた文献である。庶民院日誌の作品は、 ジェームズ一世一世の頃より議会における監修法の源として重要な位置づけにあった。この作品付け業務に名も携わることとなり、この頃より議会規則について学ぶようになる。この経験が後のアースキン名執筆の糧となったとされる。バードンが図書館司書に、そして名が図書館委補佐に就任した1831年時点では、 1820年から1829年までの暫定作品がバードンの前任者ベンジャミン・スピラーによって作成済みの状況にあった。しかし、その後の作品付け業務は以下の通り幾度となく中断せざるを得なかった。1834年の議会大会を目撃したガカターナによる油絵まず作品作成はスピラーの離任で一旦中止されている。 続いて1834年10月には、議会退化によって、図書館の建物が焼け落ちる事件が起こった。過去の貴重な法案請願書などに試作印付けの対象物を火の粉から守るため、図書館員たちは起点を聞かせて窓から放り投げるも、蔵書の4割とほとんどの写本が失われた。だが、情報管理という責任は、庶民員図書館に残されており、 1836年に庶民院議長ジェームズ・ラバークロンビーが改めて作品、作成をバードンに命じた。ところがその矢先に国王ウィリアム4世が死去してビクトリア女王が即位することになったため、作品作成は再び中断され、1839年8月にようやく完成した。1820年から1837年の庶民院日誌作品では、 プリペアードバイトーマス・バーデンと書かれており、名の関与は明示されなかったが、庶民院日誌局所蔵の作品では、手書きでトーマス・メイアンドと付け加えられていたという。個人としての名は、この時期、庶民院図書館勤務に在籍のまま、1834年6月に、高等教育機関である放送院のミドルテンプルに進学している。 進学から4ヶ月後に発生した議会退化は、明に庶民院日誌の勉強に集中する機会を与え、矛盾する可能性もある他の情報源を排除することができたと、される。1838年には弁護士資格免許を取得し、作品付けを完成させた1839年の同月には、公務員の娘ルイーザ・ジョハンナ・ロートンと結婚した。 アースキンメイ初版の表題式議時規則本、議会の方、特権、手続きと、監修、通称、アースキンメイの初版を名が上司したのは、庶民院日誌の作品付け業務を完了してから5年後の1844年のことである。当時の名は30歳手前であり、肩書きは、庶民院図書館員補佐のままであった。後世の庶民院日誌局秘書官、マーティン・アトキンスは、 アースキン名を執筆できた要因として、バードンと共に、庶民員図書館の業務に関わった経験と、すでに出版されていた、疑似規則本に触れたことを挙げている。当時、1832年の第一次、選挙法改正に伴う、議事時間の不足は、議事日程における争点になっており、研究者、カリパロネンによれば、この非効率性が、アースキン名で扱われたテーマだったという。 名は第一次選挙法改正を議案の通過は複雑で長い手順であり、1832年時点でもエリザベス1世の議会とそれほど違わなかったと感じていた。1830年代から40年代にかけてイギリスはいわゆる鉄道橋時代を迎えており、鉄道布設を求める司法律案の請願が議会に殺到した。これらの請願が 議事規則に従っているかの審査が法案委員会の大きな負担になっており、チャールズ・ショール・フェーブルはこの職務を、これまでの庶民に関する職務の中で最も骨の折れる仕事と形容をした。なお、アースキン名書版を出版したとき、名は、鉄道法案に関する解説書の執筆という正規に目をつけていたが、結局は議会に関する簡単な解説に止まった。名は、 本作の初版をショールフェーブル議長に検定し、ショールフェーブルは現状でも大変役に立ち、審判が出版されれば完成度が高くなるだろうと評した。そして、メイは後年の出世をショールフェーブルに助けられることとなる。アースキンメイ初版を上司した後には議会が担っていた司法律案請願の審査が官僚に委ねられることになったため、 名は1847年から私、法律安政案請願審査員に就任した。また、両院の弁護士費用査定官を兼務する形で、1847年から1856年まで、務めたこの時期名は、議事規則の改革提言を取りまとめた二本と、成分法の統合改革を論じた一本の著述を行っている。名のとして、 庶民委員書記官を務めたレジナルド・パルグレイブがアースキン名第10版の序文で述べていたように1844年時点の議事規則は長期議会のそれとは本質的には同じであり明の時代であるビクトリア朝ではすでに立ち遅れていた議会公務を促進するための所見と提言執筆本書は議事規則改革を唱えた小冊子であるその執筆背景としては 1847年から1848年の会期の長さがある。この会期は1847年11月18日に開会し、1848年9月5日にようやく閉会したが、293日にわたる会期は記録である270日を大幅に更新した。1847年から1848年の会期は、 オイック党首ジョン・ラッセル卿率いる第一次ラッセル内閣の最中にあり、ラッセルは1846年に首相に就任した、あと1847年工場法、1848年公衆衛生法など改革法案を次々と打ち出し、ラッセルと連携していたピール派から急行列車の速さと形容されたが、実際は内閣が弱体だったため法案成立が遅く。 1847年から1848年の会期では、法案200件に対し採決が255回と多く、会期中に会議が行われた1407.5時間の、うち136.25時間は0時以降だった。明はこの状況においても、立法府の目的が果たされたとの見解を示しつつも、多くの時間、エネルギー、 健康を浪費していた結果であると付け加えた。議会弁論の上長化を数字として表す1例としては、演説回数の統計があり、1810年に1194回、行われた演説が1847年には5332回と3.4倍増であった。演説回数が増えた理由として、名は選挙の自由化により、大衆が 第2子の活動状況に注目するようになったことを挙げた。その前年には第14代ダービー伯爵エドワード・スミス・スタンリーが貴族院で選挙区が代表をさらに入念に見守るようになったため議員が選挙区の注目を引くために演説回数を増やしたと指摘しており、名と見解が一致した。こうした情勢の中、庶民院は公務委員会を設立して 議事規則の改革を検討、名も敬愛する議長ショール・フェーブルに提言し、ショール・フェーブルは委員会で名の提言の一部を提出した。名は改革の勢いが衰えないうちに調査し、議会公務を促進するための所見と提言を出版し、無関係な発言を制限する採決数を減らす、米国の一時間ルールの導入、フランスの 弁論終了動議の導入といった方策について意見を述べた。明は議事規則をめぐっては保育党指示であったとされ、明の議事規則に関する提言の多くが徹底的であるが、全般的には明らかな乱用を防ぐための改正を好み、古い原則を捨てることには渋ったと言われる。議会立法機構執筆1848年から1849年に、 かけての庶民院公務委員会は、最終的には、ショール・フェーブルが提出した提言の一部を入れ、恩恵な改革案を通した。改革案が1853年に発行すると、名は再び議事規則改革を目指すようになり、1854年1月に、エディンバラレビューに、論文、議会立法機構を寄稿した。議会における宣令の重要性を説いた。 名の言葉書民院の議事のほとんどは日誌の第一巻で宣令が見られる。その文言は古風であるものの継続して参照されたため内戦や革命を経ても無傷のままである。この古き伝統を守るべきという教示が現代の条例や規則よりも伝統が敬意を持って従われる理由である。イギリスの議会制度がフランス、ベルギー、 アメリカなどで広く採用されたのは、制度の優秀さとその名声による。議会立法機構より、主役名はこの論文で、議会における宣例の重要性を解きつつ、腐敗選挙区を廃止する、穀物への徴税を廃止する、羊取り犯を公主刑に処さないといった改革がすべて、栄誉ある憲法への侵害として、政治扱いされるという危険性も指摘した。名はまた、議会が、 古く、少なくとも3世紀もの間遵守されたことをイギリスの憲法の特徴とした。この主張は晩年になっても変わることはなく、1880年代のムツムネミツとの対談でも見られた。先例を重んじる姿勢は議会立法機構の執筆スタイルそのものにも現れており、弁論集結同義の提言では2世紀以上前の1604年を先例引用した論述となっている。 当時の名は図書館司書のバードンと共作で1547年から1714年までの庶民院日誌作品を再作成、完成させており1604年の宣令引用はこの日誌の期間と符合する。さらにはこの日誌作品再作成の経験がアース金名第2版と第3版の改定にも影響を与えたとされる。 バードンは1857年に1837年から1852年までの日誌作品を出版するとき、アースキン名を褒めたたえ、改めて作品を作成する必要がなくなったと、ほのめかすほどであった。名が議会立法機構で論じた提言は多岐にわたるが、実現したのはその一部のみである。議長が職務を執行できない場合に、 再入委員会委員長が副議長として議長職務に当たるという提言は1855年副議長法で受け入れられたが1854年の庶民院業務特別委員会は保守党多数であり結局改革は休暇なものを除いてほとんど進まなかった議会立法機構は明の晩年の1881年になって小冊子の想定で再出版されているが明は 再出版にあたって、筆者序文を寄せ、1854年という大昔に、書いた記事を再出版するという提案は喜ばしいが、今の状況にも適用できるか疑わざるを得なかった。しかし、それをもう一度読むと、有効な立法への障害が、それほど残っていることと、疑似規則という古い制度の欠点を補い、乱用を防ぐ、措置のそれほど行われていないことに驚いたと、振り返った。 選挙法の統合について執筆名の改革提言は、議事規則にとどまらず、成分法の法典化、統合、作員作成にも及んでいる。その第一歩として1850年に、選挙法の統合についてを出版した。選挙法の統合についてでは、議員の選挙と就任に関する法律を扱っており、名は選挙関連の法律が250件近くもあり、その多くが、 すでに執行していたが正式に廃止されておらず、また重複や矛盾する箇所も多かったと指摘した。このような成分法官の不整合を正すべきとの課題認識は選挙法に限らずすでに19世紀前半には広く争点となっていた。このような成分法官の不整合の原因として、名は初期法案が審議の過程で、その解釈が歪められやすい。 立法プロセス上の問題点を指摘している。しかしながら、立法府の権限を制限するような、求心的な方法でこの問題を解決するのも、不適切と考えていた。つまり、選挙を経ていない人物が、法案起訴に関わるべきではないとの見解である。そこで名は、既存の庶民委員閣委員会の下部に、法案起訴を目的とした、小委員会を創設する。 改装構造を提唱した。この改革案は1857年の成分法委員会特別委員会にて進言されている。しかし、名がこの改革により立法日限が生じると認めた結果、委員会が提言を受け入れることはなかった。名が次に成分法の改革に関わるのは成分法改正委員会に自身が直接参画した後のことである。 なお、選挙法の統合について、出版から、四半世紀が過ぎた1875年の議会、立法特別委員会において、明は、成分法の状況がかなり改善したと証言している。アースキン明を徴用した、庶民院議長チャールズ・ショール・フェーブル、1860年代の写真。1840年代中頃から50年代中頃に、 かけて私法律案請願審査官などを務め、隠し改革を提唱していた名だが、その後の昇進は円滑にはいかなかった。アースキン名の序文で検定され、名の提言の耳ともなっていた、庶民院議長のショールフェーブルは、1850年に名を庶民院書初期間に推挙するも見送られている。これは1850年に、 庶民飲食機関現職のジョン・ヘンリー・リーが休止したことを受けての公認人事であるが、首相で保育党首であったジョン・ラッセルが同じく保育党員であった初代順団釈裁でにするマーチャントを押したためである。後年になって、ショール・フェーブルはこの出来事を改装し、命令の手紙で単に友人のため、政府を長年支持してきたために、彼を任命したというラッセル教の行動はなかなか、 正当化できないと述べた。ショールフェーブルは名を庶民委員書記官に任命できなかった代償として、せめて庶民委員書記官補佐への任命だけでも確保しようとしたが、書記官補佐のウィリアム・リーは固くなに辞任せず、1856年にようやく辞任するも書記官第二補佐で自身の追いにあたるヘンリー・リーを公認に推薦して、ショールフェーブルを激怒させた。最終的には、 ショール・フェーブルが首相ラッセルを説得して1855年12月に名の任命を認めさせた。庶民委員書機関補佐として1861年の庶民委員業務特別委員会と1869年の公務振興両院合同委員会でも提言をしたが、いずれも成功を挙げられず1869年の提言に至っては、 1850年以降、すでに多くの委員会が審議を進めたため、議事規則の改新はほぼ議論し尽くされ、改新できるところはほとんど残されていないと皮肉を放ったほどであった。庶民委員書機関補佐以外では、庶民委員書機関補佐の在任中の1860年5月16日に、バスクン賞コンパニオンを授与され、1866年7月6日に、 アスクン賞ナイト・コンパニオンを授与された。1866年11月22日、法律適用委員会の委員に任命された。また、1866年から1884年まで、成分法改正委員会の議長を務めた。また名は業務に取り込むかたわら、著作の執筆も進め、初期官補佐の在任中には、アースキン名を第6版まで、 改訂出版した。バニティフェア史での仮価値は、カルロペリグリーに咲く、1871年5月6日、出版。1855年12月から、庶民院員書記官補佐を務めていた名だが、50代半ばに、して、書記官への昇格が見えてくる。当時の庶民院員書記官原職は、ルマーチャントであり、庶民院議長の事務会議に毎日出席する、ルマーチャントはまるで、 軍艦に乗る兵士のようだ、と、後の庶民院書記官、アーチボルド・ミルマンは述べている。しかしながら、このル・マーチャントが1870年秋に、もうすぐ引退する予定であると、明らかになった。名がその公認になるのはもはや疑いようもなく、首相ウィリアム・グラット・ストーンが庶民院議長ジョン・エブリン、デニソンに対し、わずかなためらいですら不当であろうと述べるほどであった。こうして、 イの庶民委員書記官への昇進は1871年2月2日に発表され、16日には任命の特許状が発行された。名、56歳の時である。ルマーチャンとは自身の引退の時にアースキンメイに大使感謝を述べている。庶民委員書記官に就任した後も議事規則改革の提言を続け、1871年の 庶民院業務特別委員会では0時30分以降意義が唱えられた業務について討議を始めることを禁止する規則の導入を1878年の庶民院業務特別委員会では週に1日歳入関連の審議のみを行いそれ以外の弁論を禁止する規則の導入に成功したまた1877年にチャールズ・スチュワート・パーネルが アイルランド自治問題に注目を集めようとして議会で死体戦術を取ると庶民院議長サーヘンリー・ブランドは議員が再発防止を目指して議事規則の変更を検討しているとして名に返答用の資料を準備させた名は昔提起したことのある死体用の道議では弁論禁止議員が故意に繰り返して議事を妨害した場合 議会侮辱罪で有罪とし、党員停止などの処罰を与えるなどの改革案を提起し、庶民院院内総務のスタッフフォード・ノースコートは、その一部に賛成したが、ブランドは、ノースコートには、改革を通過させる決心も票数も足りないと考え、結局1878年7月に問題が、再発するまで何の処置もなされず、名はブランドへの手紙で、ノースコートの態度を批判した。 その後、1881年1月末に人身財産保護法案と呼ばれるが提出されると、アイルランド人議員36名が再び地対戦術を取り、1月31日から2月2日には会議が41時間連続で行われた。ブランドはやむなく議会の緊急状態を宣言して、2月4日から28日まで。 議会の独裁者として振る舞い、地帯戦術を取った議員を追い出した後法案の審議を続けた。この事件とそれを受けてグラットストーンが1882年に行った議事規則改革は1883年に出版されたアースキン名第9版に大きな影響を与えた。庶民書機関以外の職責、栄誉の面では、 1875年と1885年に貴族院初期官への就任も目指したが、いずれも実現しなかった。しかし、1873年11月21日に出身校ミドル、テンプルの評議員に選出され、翌1874年6月17日にオックスフォード大学より DCL の学位を授与され、1880年に ミドルテンプルの朗読者に1884年8月11日には数密顧問館に任命された。庶民院書記官経験者が数密顧問館に任命されるのは2017年時点でもアース金名の一例しかなかったという。庶民院書記官補佐及び書記官時代の名は執筆の幅も広げ、後に憲政史、民主史家としても評価されることとなる。 この時期のイギリス社会は民主主義が真の意味で大衆に浸透し始めている。1850年頃から1870年代初期まではイギリス資本主義の空前の繁栄を見せ各地で急速に工業化が進んだ時代である。1860年代には労働運動が高まった。また知識税とも批判されて一般大衆の学ぶ自由を阻んでいた。 因子法の1855年廃止も大きい。これにより、地方新聞が急速に発達、各地に付設された鉄道網に乗って新聞が流通し、ロンドン中央政界のニュースが地方の正常にまで影響を与えるようになった。不正と審議遅延を招いた1832年の第一次選挙法改正から35年後の1867年には第二次選挙法改正が、 続く1884年には第3次選挙法改正が行われ、選挙権が2次で都市労働者まで、3次では農村、鉱山労働者まで広がった。つまり、大衆民主主義に必要な社会インフラが整備された時代に、名はイギリス憲政主と民主主義を論じたのである。常時三世紀の多い継承以降のイギリス憲法史、執筆。 ジョージ三世紀の多い継承以降のイギリス憲法史は、イギリスの建成史に関する著作であり、ジョージ三世紀が即位した1760年から1860年までの100年間を扱っている。しかし、ジョージ三世紀の即位が建成史における分水嶺というわけではなく、取り扱う期間が1760年から始まる。理由はそれまでの歴史が、 ヘンリー・ハラムの著作ですでに扱われていることだったという。名の死後1894年時点でドイツ語とフランス語訳が出版され、19世紀末の英国人名辞典がハラムに被見すると評価したものの、ホイッ士官を採用しており、20世紀の歴史学者ハーバート・バターフィールドは、証拠の様々な部分を合成する能力により、平凡な先人たちよりも大きな誤りを、 作り出してしまった歴史にドクトリン的要素を入れたことで最初の誤りを増大させて著作を真実から遠ざける結果となったと批判している。ただし先人のハラムがすでに保育士官に立脚しており、メイはこの立場を踏襲したとも評されている。ハラムと比較して特に社会学的な観点からの考察がメイの著作では充実した内容となっている。 ヨーロッパ民主史、執筆1877年のヨーロッパ民主史は民主主義をテーマとした著作であり、古代、ギリシアや古代、ローマなど主にヨーロッパ史を扱うが、インド、中国、日本などアジア諸国にも触れており、日本については明治維新から10年ほどだったこともあり、アジアの国が政治自由に向けて歩めるかはまだわからないとしているものの、 政府が啓蒙的で進歩しているとも評している。また、イギリスについては、イングランドの改革者は大胆だったが、過去とは決して絶縁しなかった。彼らの目的は破壊ではなく、改善と再生であると評した。明は、同社の序論で啓蒙された国の歴史を、統治の原則を示す実例とし、それを学ぶことで自由な国が生まれる理由と条件について知ることができるとした。 首相ウィリアム・グラント・ストーンは、同書の出版が歴史文学の発展における一大イベントと手話で絶賛した。同時代の歴史家書大悪トン男爵ジョン・ダルバーグ・アクトンも1878年1月の書評で、名画、法律は、社会の状況に依拠し、現実に基づかない考えや論争に依拠しないことを信じているため、常に地に足をつけ、選別された、事実、 健全な判断力、信頼のおける経験に頼っていると評価した。1886年4月に71歳で、庶民飲書機関を辞任、5月10日に連合王国貴族である、サウサンプトン州におけるファーンバラのファーンバラ男爵に除されたが、貴族院議員への就任にも間に合わず、1週間後の5月17日に、ウェストミンスター宮殿にある官邸で死去した。葬儀の後、 24日にケンブリッジシャーのチペナムで埋葬された。妻との間に子女がおらず、借位は廃絶した。借位創設から廃絶まで7日しかないことになり、これは1日で廃絶したレートン男爵に次いで2番目の短さである。1886年、ウェストミンスター寺院の聖マーガレット教会で、初代ファーンバラ男爵の記念碑が建てられた。また、 死後に撮影された写真に基づき、アルバート・ブルース・ジョイが共像を作成し、1890年3月6日に、庶民院議長による除幕式が行われた。首相ウィリアム・グラットストン、庶民院議長チャールズ・ショール・フェーブル、ジョン・エブリン・デニソン、サー・ヘンディ・ブランド、アーサー・ウェルズリー・ピールなどとの書館集が、議会文書館に現存し、カミーユ・ユシルビーによる計覧誌、ケイラ写真2枚が、 ナショナルポートレートギャラリーに所蔵されている。英国人名事典は、初代ファーンバラ男爵を、有能、誠実で称賛に値する公務員と称え、多くの人から尊敬されたとした。しかし、後世に、庶民委員書記官を務めたサー・ウィリアム・マッケイは、初代ファーンバラ男爵が、英典に強い興味を持ったと指摘し、1884年に、庶民委員議長ブランドが、 首相グラットストンにアースキン名の数密顧問官への任命を推薦したとき、アースキン名がずうずうしくも格別に適切であると答え、庶民院初期官から引退するときに賃金と同額の年金を求めたという。また、公務員としては公正だったものの、社交界では自由主義者と親しく、また庶民院勤務の公務員に自由党党員の息子を推薦することが多かったという。 最大多数の最大幸福で知られる、公理主義の哲学者、経済学者、法学者ジェレミ・ベンサムも、疑似規則について記しており、ベンサムと67歳年下の名を比較したかり、パロネンの研究が存在する。パロネンによると、ベンサムと名は、双方ともに、議会運営の公平性を説いている点では、共通する。また、ベンサムも、議題提出のタイミングや、 審議の長さといった時間に着目している。しかし、ベンサムが議会の部外者であるため実務経験を持たず、議会で生じる可能性のある問題や議事規則で定めるべき点を列挙して、イギリスの議会のみならず、立法議会全般に適用できるようにしたのに対し、明は議会に実際に関わり、 イギリスの議会誌において繰り返して議論された議事規則の問題を事例を引用しつつ解説した違いがある。また、アースキン名の初版序文でも名自ら言及している通り、名以前のイギリス議事規則本の権威としては、ジョン・ハットセルによる著作が存在する。アースキン名では1818 18年以降の庶民人における事例を取り上げたほか、 ハットセルの著作では取り扱われなかった貴族院における事例も採用したという。また、ハットセルの著作が先例に基づくアプローチであくまでも先例集という形をとっているのに対し、名は年代順ではなくトピックごとに原則、根拠、先例という順で並べ議会規則を読みやすくした。さらに、独立した問題への回答ではなく、 議似規則の根底にある原則とロジックを明示することで読者に議似規則について再考し、それを合理化できる機会を与えることになる。アースキン名は1850年代にはすでにイギリス国外でも評価されており、スウェーデンとオスマン帝国の議会がアースキン名に接触したほか、タイムズ紙は議会の方、特権、手続きと監修が本国よりも オーストラリアで有名であると報じた。名の死から8年後の1894年時点で、日本語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、ハンガリー語、フランス語訳が出版された。日本では1879年に小池誠一による日本語訳英国議員典礼が立書房より出版されている。明治期の日本では、名の名前を 頭かく味かく経理と表記していた。21世紀の庶民院委員会秘書官、ポール・エヴァンスらによると、名の存命中に出版された第9版までは、議員の注目するところである議員の権力と特権に、関する内容が大半だったが、以降は、万人向けのガイドブックから、法学の教科書に移り、特に第14版が顕著だったという。アースキン名の通称は現代でも使用されており、 イギリス議会のウェブサイトでも、議事運営手続きの聖書との呼称で言及している。イギリス庶民委員議長は、最低において、アースキン名を引用することが多く、庶民委員での議論でも引用される。また、名の日記を20世紀後半に編纂した、マッケイによると、イギリスにおける影響としては、議事規則が、不分立である慣習から法典化された規則に変わる、傾向を始めたことが挙げられる。 一方、21世紀の諸民院日誌書記官、マーク・ハットンも、イギリスの憲法が、ひしげのル憲法であるとし、アースキン名が、イギリスの憲法の一部であるとしたが、アースキン名は、手続きの聖書とは言えないとした。また、ハットンは、議会は、多くのルールがあるものの、ルール指向の組織ではなく、慣習と先例に基づき運営されている。議事規則、決議、 成分法で記述されているルールは監修への注釈、あるいは改正に過ぎないとも述べている。また、議会内部だけでなく一般メディアにも、アースキン名の表現が用いられることがある。例えば EU 離脱で、イギリス議会が紛糾していた2018年、日韓紙タイムズのコラムニストであるフィリップ・コリンズは、テレサ・メイ首相より、アースキン名の方が、 役に立つ時期に差し掛かっていると同性の目いつながりで当時の政局を皮肉っている。統制の取れなくなった議会を正常化させるには議事規則に則っとるべきとの主張である。この批判は他メディアにも引用された。1839年8月27日、ルイーザジョハンナ・ロートンと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。記録上名には三人の姉がおり、名とは それぞれ20歳、18歳、13歳離れている。3番目の姉、アン・アグネスは、メイの妻、ルイーザの兄と結婚しており、アン・アグネスが45歳で他界するとその娘は、メイの自宅で暮らし続けた。メイの父親内子祖父が、初代アースキン男爵、トマス・アースキンだった可能性については、各たる証拠は残っていない。アースキン男爵は年代頃に、 最初の結婚をしており、8人の子を設けている。宣令状の記録上で、名の母とされるサラが、アースキン男爵の娘だったとの憶測もある。蒸気以外にも、ペニーサイクロペディア、ローマガジンといった雑誌に寄稿した。ありがとうございます。